特製塩だれの豚しゃぶ冷やし中華を。塩だれ。塩だれ。キリコさん、塩だれとごまだれ。ね、塩の冷やし中華僕食べたことないです、ね。ないですか。あのね、あのお蕎麦屋さんなんかでもね、最近はね、こうね、塩味のつゆで蕎麦なんか食べさせるお店とかあるんですね。その他こう麺の味が分かるということで、ね。あ、塩じゃあよりこう麺だったり素材の味を楽しむような冷やし中華。あのものが載ってると思うんですけれども、はい、え今日はね、私これを。え千切りじゃないですか。おろしていきます。キュウリおろす。キュウリおろし。はい、キュウリおろしですね。え、キュウリ千切りじゃないですか。これね、まあこれはね、あの僕だけかもしれないですけれども、子供の頃から冷やし中華を食べてて、まあ当然キュウリが乗ってて、キュウリが僕嫌いではないんですけれども、なんかね麺をねずるずる吸いたいのに、なんか千切りのキュウリがね邪魔をしてる気が。なるほど、なんかわかります。なんか絡まないんですよね、どうしてもね。それだったらあすりおろせばいいんじゃないか。キュウリをすりおろす料理って基本あんま見たことないですね。はい、あのね、日本料理ではね、キュウリすりおろしってこの夏の時期すごいよく使うんですよ。本当ですか。これであの例えばね、タコなんか夏美味しいんですけどね、これでタコをあえて酢の物にしたりとか。だからこうおろしてこう、ね、水気を捨ててあげることによって、こちらにすごいキュウリの味が凝縮してますから美味しくなります、はい、なるほど。そして、はい、さらにこれが今日のポイントなんですけれども、あれこれ使います。キュウリですか。キュウリですね。キュウリを使うんですか。キュウリとキュウリってこう響きも似てるんですよ。いやいや、そんなもん、はい、思いついたけど誰も言わないやつですか。すぐ言いたくなりますね。いっちゃいますね。キュウリとキュウリで。いっちゃいますね。え、みじん切りですか。まあちょっと粗みじん切りね。ちょっと叩いて、ね、あのソースとか馴染みを良くします。あ、切れちゃうんですね。これも入れてしまいます。あの冷やし中華にもさくらんぼが乗ってたりとかね、みかんが乗ってたりとか、ちょっとフルーツ入ってたりするじゃないですか。甘みを入れる。まあ、ちょっとほのかな甘み、まあ、冷やし中華の汁もよく加えたら砂糖も結構入ってますからね。ああ、はい、そっか。だからまあ甘酸っぱい。あともここに大葉も入れてね。あ、本当に全部緑のもので、これ緑一色のいいですね。ね、これが具になるわけですかね。そうですね。じゃあ僕も塩だれを。塩だれ作っていきますね。はい。これあのお出汁です。お出汁。和風の。塩と砂糖と、はい、お酢もシンプルに。はい。上原さんはあれですか、はい、普段こう料理を通じて体のこと考えてたりとか、はい、全くないですね。多分料理人はですね、本当にあのお客様のね健康は考えてますけれども、自分らのことは何も考えない生き物だと思います、ね。あ、そうですか。まあ臼杵さんも多分絶対そうですけど。お客さんのこと考えて自分のことはあんま考えないですか、ね。そうですね。お客さんには野菜をたくさんこうコースの間にたくさん野菜を出して、でお肉少なめ で、はい、で油があったら女性の時は油切ったりとか、はい、女性にはそうしてますけど、はい、自分自分は油多めで、油多めで、ね、どうですか。いいですね。ちょっと味見していいですか。いいですよ、じゃあ。あー、いい。あー、結構酸味もうまいですね。ね、まあ、このぐらいですよね。こちらも砂糖とお塩と、これにもお酢を少し入れて。こっちにもお酢を。はい、こっちにもお酢ですね。こちらにはちょっと油脂分を、ね、入れた方がいいです。これサラダ油。あ、サラダ油入れるんですね。ほー、ね、だから結局ね、こうないものを補ってあげるっていうのがこう料理の美味しくする一個の考え方で。なるほど。油が乗ってて美味しいね、この野菜ってないじゃないですか。そうですね。はい、やっぱ油脂分ちょっと入れてあげると絶対こう人間こうね、油分好きですから。確かにね。ありがとうございます。うわ、これうめえ。いやいや、これも楽しみ。タレを仕上げたところで盛り付けへ。あ、もうここで。でもここにね、はい、塩だれ。塩だれを。うわ、もううまそうだな。でここにね、先ほど作った、はい、ね、緑のソースをたっぷりと。ああ、笠原さん。はい。忘れてませんか。はい。あの豚肉全然生です。あ、本当だ。やばい、完全に忘れてました。違うんです。違いますよね。ここでポイントです。忘れてないですよ、ね。何をおっしゃいますか、びっくりした。今完成ですって言っちゃう人だった。いや、一瞬もうただのこのね、ちゃんと茹でますよ。これを豚バラ肉を茹でます。なるほど。はい、ここ最後に、はい、これをね、豚バラ肉をここに茹でて、はい、豚しゃぶにして、豚しゃぶにして、あえて。熱々のまま盛り付けます。あ、なるほど。お肉は熱々。ほー。
そうなんですよ。うわこれ入れるのうまそうだ。こう冷たい麺に上に熱々の具があるっていうね、このね温度差の違いもまた楽しいわけですよね。なるほど。でちょっとここにね、まあ、少しこう茹でた時にパーッと塩を入れてね、はいはい、軽く下味をつけたらもう熱々でいいんですよ。へえ、いいな。なるほど。うわなんですかね。これはうまそうだな、うん、僕いいんじゃないかなと。冷やし中華見たことねえな。でここにこうちょっと味を引き締めるためにね、黒胡椒、黒胡椒、であとはお好みでこうすだち、すだち、これ途中でかけていただいた味の変化だ。なるほど。はい、じゃあこちらで出た特製塩だれの豚しゃぶ冷やし中華の完成でございます。うわーうまそう。甘酸っぱいキウイソースにうまみたっぷりの塩だれ、熱々の豚しゃぶを盛り付けた和食料理人渾身の冷やし中華。いただきます。こんな冷やし中華初めてですよね。本当ですね。おいしい。何これ。おいしい。うん、うまっ。初めね、口に入れた瞬間冷やし中華じゃないよこれと思うんですよ、うん、そうそう。だけどね、どんどん冷やし中華が襲ってくるんですよ。ありがとうございます。これ冷やし中華、お前こんな綺麗になったのみたいな。メガネ取ったらお前みたいな。もうすげえなこれ。うん、驚き。キウイがすごく良くないですか。あとちょっとした甘みが。やっぱり細かいですよね。キュウリとキウイですね。あとこの大葉の爽やかさ、あとすだちのこのまた酢と違う酸味ですよね。この複雑さがやっぱりプロならではだと思いますよね。でやっぱり豚がすごいしっとり甘くて優しいですね。